ナザレスはスコットランド出身のハードロックバンド HR、HM の創生に貢献したブリティッシュロックグループの一つとして50年以上の長い活動歴を誇るオリジナルラインナップ USA サウスベンド公演1968年にダンファー・ムリンで結成1971年にナザレスでアルバムデビューディープパープルの前座を務めた際 パープルのメンバーから実力を評価され、1973年発表のアルバムラザマナズでは、ロジャー・グローバーがプロデュースを担当した。このアルバムでバンドの基礎を固めると同時に、イギリスのみならずアメリカでも評価を上げる。シングルカットされたブロークン、ダウンエンジェルは前衛シングルチャートの9位を記録。同年9月、ジョニー・ミッチェルのカバーである。 ディスフライトトゥナイトをシングルとして発表。同曲は西ドイツで1位、オーストリアで2位を記録した。1974年にシングル化されたバラードでエヴァリー・ブラザーズのカバーであるラブハーツは最大のヒット曲となり、アメリカでゴールドディスクを獲得。1975年発表のアルバム、人食い犬のアメリカ版にもこの曲が収められている。これによって、 ブリティッシュハードロックの中堅としての地位を確実にした。その後は爆発的なヒットこそないものの堅実に活動を続け、2018年現在で24枚のスタジオアルバムを発表した。正統派のロックンロールやバラードを得意にしているが、マッカファーティーのハイトーンかつパワフルなボーカルがバンドに唯一無二の個性を与えている。最初期のヒット曲、 バッドバッドボーイにその特徴がよく現れている。バンド名が、ザ・バンドの曲、ザ・ウェイトの歌詞から取られたこと、エヴァディ・ブラザーズや、ボブ・ディラン、リトル・フィートといった多彩なナンバーをカバーしている。ことからもわかる通りイギリスのハードロック勢の中でも、アメリカンロックへの思考が強く、実際に、本国以上に、アメリカでの名声、知名度が高い。アクセル・ローズが敬愛していることでも知られ、 音楽性に影響が聞き取れるほか、特徴的な歌唱法はアクセルがシャワーを浴びながら、一食意見を歌っていたのを他のメンバーが気に入ったから、という逸話まである。1979年から2年間は、ティアガスやセンセーショナル、アレックス・ハーベイバンドに所属していたギタリスト、ザル・クレミンソンが追加加入していた。また1999年に、スウィートが休止したため、ピートの息子である、 リー・アグニューが参加している。2013年、ダン・マッカ・ファーティーが健康上の問題により脱退。スコットランド人、シンガー、リントン・オズボーンを迎えるが、病気により1年足らずで脱退。2015年、カール・セントンスを、ンボーカリストとして迎えた。2017年時点で、オリジナルメンバーは、ピート・アグニューのみ在籍。ありがとうございます。